新発生時、水道管が破裂などしまして、消火栓が使えない。そうすれば我々消防は防火水槽の水を使うんですけれども、防火水槽の水も使ってしまえば、まあ、当然なくなるものでございます。そういったのに、流水、または消火に当てるためですね、日本橋消防署、日本橋の管内特性、川に囲まれた管内特性で、川の水を有効に活用して、消火に当てるという訓練でございます。通常、広い訓練場ですとか、隅田川テラスで我々訓練を行っているんですけれども、このような街の中でですね、実際にやるというのは、なかなかできるものでございません。従いまして、今回皆様の訓練に合わせて、地域の皆様が訓練するのに合わせまして、一緒にやらせていただいたところでございます。ある程度の場所にポンポンポンって、ここに1本あって20メートル ごとに、そうですね、じゃあここにまず1本20メートル放送を置いてください、はいはい、じゃあ進みます。いや、これはここにあるじゃあ、そこはいいんですか。かなりいい加減なホテルなんです。じゃあこちらに女性の方に置いてください。距離ついてた方がいいですね。なくならなかったり危なかったりするので、じゃあちょっと危ないんで、その可能性をお願いします。はい、しっかりこれムービー中です。ほんま。じゃあ中田からしちゃいますか。ちょっとこの辺りに、はい、ありがとうございます。第3分段最後、はいはい、次は何分段になるんですか。2分段ですね。2分段です、ね、はい、何分段を歩道橋越えということで、はい、ご苦労様です。どうも、はい、お前一番遠くへ行くと、あの乗りたかったら一緒に行って、はい、3本ぐらいついてくる。うん、もっとか。もうね、4本いかがしょう。そこで伸ばしたよ。いいですか。左から下がる。どういう経路で行くかね。下げる。下げる。Thank you.
つい先ですね。中央区二分団とこのホースを確認してください。ホースも足んないんで今行く、若干移動してる。そういう対応です。今喋った分団何分団でしょうか。もう一度お願いします。どうぞ。第2分団、4分団来ました。はい、まもなく、はい、6分団まで着水する。放水を中止せよ。はい、地検本部から以上をもちまして遠距離放水訓練を終了します。